まず一人ずつお名前の方を教えていただいてもいいですか。はい、キャラクターの名前、コスネームを。コスネームメロと申します。黒木凪と申します。ベルネレイリです。今日は何のキャラクターのコスプレをされてますか。今日はラブライブの衣装で来てます。はい。あ、皆さんラブライブで。そうですね、はい、ハロウィンのフェスタっていうことなので、ハロウィンのその PV があって、はい、でそれに合わせた衣装を着て、はい、来てます。池袋のこのハロウィンコスプレのイベントは吉田初めてですか。私は初めて来ました。私は2回目です。私も2回目です。普段は他にはどういうコスプレとかをされたの。私は大体アイドル系のが多いですね。アイドル系、はい、私も主にラブライブ。そうですね、ラブライブとかボーカロイドですね。コスプレ始めて何年ぐらいの歴は。私1年ぐらいです。私も1年ぐらいです。私8年です。あ、長いですね。お始めたきっかけっていうのは何だったんですか。きっかけは友達がコスプレをやりたいけどできないので、なんかこう代わりにやってきてくださいみたいに言われて、はい、で代わりに来てやってたのがきっかけで、そこから自分も楽しくなってきちゃってそのまま続けました。きっかけは何です。私はコスプレをされてるレイヤーさんの写真を見てすごいすごいなと思って、私もそうなりたいなと思って始めました。私はもともとなんかそういう目立つことするのが結構好きで、目立ちたがり屋なので、なんかこう表の舞台に出るようなことしたいなと思って、はい、でそれで友達が一緒にやろうよって言ってきたので、もともとその友達がレイヤーをやっていて、でそれで私もじゃあやってみようかなと思って始めました。それがきっかけです。コスプレ衣装何着ぐらい持ってますか。衣装はそうですね、結構使ってないのに無駄に買ったりとかしてるので、はい、10着、20着ぐらいは多分あると思います。何着ぐらい。私も10着は持ってると思います。売らなかったら50着くらいはあると思います。あとどういうところのイベントに参加されたりとかしてますか。あとは東京ドームシティの方でやるイベントとかですかね、はい、出てくる。あとはスタジオとか、うん、でまったり撮ったりとかですね、うん、なんか今後挑戦してみたいコスプレとかってありますか。アイドル系ばっかりやってるので、はい、ちょっとかっこいい系のちょっと男の子やりたいなと思って、イケメンになってみたい、ダンスをやってみたい。私も一回ダンスをやったことあるんですけど、はい、リベンジしてまたダンスをやりたいなと思います。そうですね、女の子系をひたすらやっていきたいかなと。ダンスが本当に合わなくて、女の子の方が似合うよって言われたので女の子で。皆さん好きなアニメとかありますか。アニメとかアイドルとか。アニメ、アイドルはもちろんラブライブです。ラブライブが好きですね。あと私の場合はガンダムとかも好きで、はい、プラモデル作ったりとかもしてます。はい、私はやっぱラブライブが一番好きなので。私は結構グロい系が多いですかね。海猫を泣く頃にとか、最近だとプリズンスクールとかも好きですか、ね、あと何か動画を見てる方にメッセージとかあれば。メッセージ、それはあれかな、コスプレしてない人とかですかね。はい、はい、コスプレしてない人とかに。コスプレ楽しいですよ。コスプレ楽しいです。ぜひ挑戦してください。ぜひ挑戦して一緒に合わせてください。